クッキング。今日は広島市中区広関田町にあるイタリア料理ラセッテのオーナーシェフ、感性を磨くために季節を写真に撮り、料理はアートが信条の北村秀則さんの登場です。では北村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、この冬は野菜が高いと言われたりね、そうですね、鍋料理ができないと言ったりね、ちょっと家計に響いたご家庭も多かったかもしれません。ということで今週は1人なんと150円以内で作ります節約料理、こちらです。まず使う材料ですが、今日は1人前134円。節約しすぎですね、これですね。こういうレシートが出てくるとちょっと小躍りしたくなりますよね。もう料理人泣かせの今週はですね。そうですね、はい、ただこの材料を見ましても、ベーコンだったり卵、玉ねぎ、ちょっと安心するような、はい、ご家庭にちょっとした余りの玉ねぎありませんかみたいな。そうですね、はい、まあ逆に言えばこれだけしか使えないってことです。そういうことですね。ただこの材料でびっくりするほど美味しい、今日はですねリゾットを作っちゃおうと思います。こちらです、はい、簡単オムライス風リゾットということで、はい、見た目からは全然150円以内には見えませんよね。それはもちろんです。そうです、はい、北村さんですからね。、はい、ということで早速クッキングスタートです。はい、はい、まずですね、はい、今鍋にですねお米入ってますけども、はい、鍋1リッターに対して 10g の塩、1% の塩ですね、入れた、はい、パスタ茹でる時のお湯と同じですけども、はい、そこで、ですねお米は洗わずに、これ大事ですね、お米を洗わずにですね、洗わずに、約8分間茹でてください。茹でるんですね、お米を。8分茹でてください。はい、これがですね、お米洗わないって今日のうま技ですけども、はい、お米茹でておくことで、リゾットの食感を、上手に引き出すことができます。へー、はい、この茹でてからリゾットって炒めるんですか？そう、炒めます。基本的にはこういう作り方はしないんですけども、はい、今日は日本のお米使ってまして、はい、日本のお米には粘りがありますから、こうやって茹でることで、本来のリゾットの食感が出てくるんですね。へー、じゃあとにかく洗わずに8分茹でる。洗わずに8分茹でる。わかりました、はい、必ず塩茹でしていただくと。はい、はいはい、で隣にはフライパンですね。フライパンですね、はい、こちらにオリーブオイル今引いてあります、はい、そこへですね、8分間茹でたお米ですね、そろそろ上がりますね、はい、これをしっかり切っていただいて炒めていきます。ここで初めて炒めるんですね。そうです、はい、ここでなぜ炒めるかと言いますと、はい、お米が持ってる水分をですね、茹でてますからしっかり、お米水分吸ってますから、はい、ここで一回飛ばしてあげるんですね、うん、はい、忙しいですね。忙しい。水分を含んだと思ったらもう一回水分を抜く、はい、そうしないと味が入り込んでいかないですね。なるほど、はい、これぐらいのフライパンの パチパチちょっと弾くような音ですね、はい、これぐらい立てながらですね、炒めていきます、このパチパチっていう音も重要なんですね。重要です、これぐらい、はい、これが弱火にしますともう、はい、こういう緩い音をしますよね。うん、弱まりましたね。これじゃちょっとお米にですね味が入っていかないんで、はい、これくらいしっかりパチパチとして、する音で、目安で炒めてください。なるほど。そこへですね温めておいたブイヨンを、はい、お米がかぶるくらいですね。はい。これ300ミリリットルのブイヨンと書いてありますが、まずはお米が浸るぐらいの量を1回目は入れると、ね、入れると、はい、はい、これで今日の基本ですね、はい、基本の木ですね、リゾットを作る際ですねブイヨンはお米が浸かる程度に、今入れましたけども、はい、まあ、なぜかと言いますと最初に今日大体 300cc ぐらい使うと思うんですけども、はい、ひたひたに入れることでですねお米がですね甘えないんですよね。米が甘えない、ここで甘えさせちゃうと、はい、最初にもう全部 300cc 入れちゃうと、はい、お米は甘えちゃって味をしっかり吸い込まない、はい、ここでちょっとお米にですね頑張らさせてですね、はい、喉が渇いたらまたブイヨンをあげると。なるほど、ことです。お米を育ててあげるわけですね、はい、そこへ今日はトマトソースとケチャップ入れます。はい、ケチャップは 15g、 15g ですね、トマトソースですね、はい、入れます。これあえてトマトソースも
加えると。そうですね、お子様でしたら、はい、トマトケチャップだけでもいいんですけど、やっぱり若干甘みが強いですから、はい、トマトソースと合わせるとですね、大人の方までですね楽しめるリゾットに、なるほど、なるかなと思いまして、こちらでしっかり1回混ぜていきます。はい、そうですね、はい、本当だ、オムライスのケチャップライスの色になってきましたね。そうですね、はい、ですからここであまりもう混ぜないでですね、はい、ちょっとグズグズと煮込んでいきます。はい、じゃあほっときましょう、はい、次に今日使う野菜ですけども、はい、玉ねぎですね。玉ねぎはスライスしていきます。はい、これ玉ねぎ4分の1個になってますが、大きさによって。そうですね、今日はちょっと小さめの玉ねぎだったんで、はい、2分の1個を使ってます。はい、そうですね、あとベーコンですね。こういう玉ねぎって本当にちょっとした量がうち余ります。余ります、はい、でも何でも入れちゃいいんですよ。あ、そうですか。いや、玉ねぎはお料理を邪魔する野菜じゃないんで、いろんなお料理に使えますからね。なるほど、はい、今回は甘みに変わってくれる。そうですね、甘みに変えてくれます、はい、でベーコンも細切りにしまして、はい、これを、別のフライパンでですね炒めていきます。はい、はい、こちらのフライパンにもオリーブオイルが敷いてあります。大体今日使う材料ってケチャップ、ベーコン、玉ねぎ、卵、はい、まあ、ご家庭に常備してある材料かもしれませんよね。そうですね、大体ご家庭にある材料じゃないかなと思いますね。そうですね、そうしてるうちで今炒めてますけども、はい、お米の方のフライパンですね、こちら、はい、お米がまた顔出してきましたんで、はいはい、ここがですね、お米が喉が渇いたサインですね。あ、なるほど。それでまた浸るぐらいのブイヨンを足してあげ る, る, してあげる。手がかかりますね、お米は。そうですね、ですね、ちゃんと見てあげて、見てあげて、顔を出したらブイヨンを注いで。そうです、そうです。結構グツ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 言うくらいのこの火の強さでずっと。そうですね、はい、なぜかと言いますと、お米がですねフライパンの中で泳いでるんですよね。そうすることで、ブイヨンの味とか、はい、トマトソースの味とかが、はい、トマトに入りやすくなるんですね。へ、これが弱火だったらなかなか入り込んでいかないですね。あ、へ、じゃあ今入ってる最中ですね。入ってる最中です、はい、で隣のフライパンでは玉ねぎが若干透き通ってきましたかね。そうですね、はい、透き通るくらいですね。これ炒めるときに気をつけることってありますか？まあ、焦がさないことですね。焦がさない、ここはもう本当に玉ねぎの甘みが欲しいんで、はい、だから焦がしてしまうと甘みを飛び越えて苦みになっちゃいます。あ、なるほど。これくらいですね。はい、これくらいでいいです。しんなりして、これを、入れてきます。炒めた玉ねぎとベーコンをお米の方に、はい、入れていきます。そうですね、あ、もうすでにリゾットっぽいです。そうですね、これで残りのブイヨン最後入れますね。はい、今日用意した 300ml の残りのブイヨンを加えました。はい、美味しそうですね。そうですね、これくらい。ここで、軽く塩コショウで味を整えます。はい、うわ、また音がいい、本当に。そうですね、これくらいの音をさした方が美味しいリゾットに仕上がりますね。あ、美味しそうです。はい、こうやって炒めてる間にお米にもちゃんとこう火が通って。そうですね、中まで。これでちょっと味見をどうぞ。 ありがとうございます。美味しい、美味しい、ちゃんとお米の硬さがまたいいですね。ちょっと芯がしっかり残ってますよね。はい、それで柔らかすぎず。その間にですね、うん、次に卵を今日使いますけども、はい、卵にパルメザンチーズをですね、はい、入れてしっかり合わせます。はい、リゾットといえばチーズですもんね、やっぱり。そうですね、チーズでコクが深みが出ますから、今日は卵と一緒に合わせます。はい、おいしい、これ。そうしましたら卵を、まあ、オムライス風なんで、あ、
これで本当にゆっくりですね、はい、混ぜてあげます。山田さん優しいですね。料理は優しさが大事です。なるほど、はい、もうこの卵を入れてからはそんなに一生懸命混ぜない。そうです、混ぜない、はい、で卵にですねパルメザンチーズが入り込んでますから、はい、お米はお米の味、卵は卵の味でですね、ちょ口に入れた時に全体的に重くならないですね。へ、味の変化があるんでしっかり食べれるリゾットに仕上がると。あ、だから全体にチーズを振るわけではない。そうです、チーズっていうのはコクが出てすごくいいんですけども、はい、まあ、逆に言ったらちょっと料理が重くなる、食材でもあるんですね、そうならないようにですね。で、あとはですねパセリを振ってこちらでオムライス風のリゾットの完成です。卵もトマトソースもよく絡みましたね。そうですね。さあ今日は何度も言いますが1人150円以内です。簡単オムライス風リゾット20分で出来上がりました。お米を茹でておくことでリゾットの食感を今回はうまく引き出しました。ブイヨンで煮る際はお米が浸る程度に入れてください。卵とチーズを加えることでオムライス風に変身、華やかさもアップしました。ぜひご家庭でも試してみてください。はい、いただきます。どうぞ召し上がりください。これが134円で作れるんですねうわ、もういい香りがしてます。あー、おいしいチーズの全く重くなくて、重くないです、ふわっとして、でお米の食感風味が最高です。ちょうどいいですよ ね、 やっぱりのお米が甘えてないです。さすがです。簡単に作りましたけども本当にお米の食感最後までしっかり残ってですね、本当1340円は取れますこれ。おお10倍やりましたでもこれご家庭でこの本格的なリゾット風に仕上がったのは、その8分、お米を洗わずにまず茹でたというところがポイントになっていると、はい、本当にお米が美味しいです、はい、甘えてないです。甘えてない、はい、気に入りましたね、一方すぐ甘えるでおなじみの仙水さんですけど、はい、こういうメールも来てまして、赤い T シャツの男さんが、はい、今日のテーマドキドキしたことですが今日の仙水さんですね、あれ何か違う、今日の仙水さんは綺麗になっていませんか、ひょっとして駅伝の練習で体幹が鍛えられて少しスリムになられたんじゃないですかと。わかりますか。わかります。わかります。わかりました。一言もそんなこと言わなかったじゃないですか。ありがとうございます。ということで皆さん、今回お米を甘やかさずに、はい、ぜひこのレシピ通り作ってみてください。明日は中華の大さんが1人前130円春雨の焼きそばを教えてくれます。北村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。